なんだモンスター、質問か？必要条件、十分条件、また忘れちゃった。じゃあみんなでこれ見よう。今回は高校数学、命題、必要条件、十分条件の矢印の向きです。ではリータボ先生、よろしくお願いします。はい、OK です。今日は必要条件、十分条件の矢印の向きをやっていきます。P ならば Q が不成立で、Q ならば P が成立するとき、P は Q であるための必要条件になります。覚え方は、矢印は左、なので、左の比は必要の比です。P ならば Q が成立で、Q ならば P が不成立であるとき、P は Q であるための十分条件になります。覚え方は、十分条件の10の書き順の一画目は、横棒を右向きに書くで覚えましょう。それでは例題です。P は x イコール2、Q は x2 乗イコール4の時、P は Q であるための、制限時間5秒です。はい、それでは、やっていきます。x イコール2の時、2の2乗は4になるので、P ならば Q は成立。逆を見ると、x2 乗イコール4の時、x イコールプラスマイナス2になるので、Q ならば P は不成立です。右矢印は10の一画目なので、答えは十分条件です。はい、もう一問です。P は2の倍数。Q は6の倍数の時、P は Q であるための、制限時間5秒です。2の倍数である2は6の倍数ではないので不成立です。一方、6の倍数は2の倍数なので、左矢印のみが成立です。左の比は必要の比なので、答えは必要条件。です。はい、今回の私の必要条件、十分条件の矢印の向きの講義はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけたら幸いです。また高評価の方もよろしくお願いいたします。あと、これが覚えられない、ここが理解できないなど、リクエストがあればコメント欄に書き込んじゃってください。それでは次回またお会いしましょう。一旦 CM です。